はい、どうもミスターホワイトです。さあ今日も1週間の大谷翔平のおさらいいきましょう。この1週間のホームランは3本ですね。2024年の成績は375打席立って102安打26本塁打、62打点、打率が3割1分6厘の、長打率が635の OPS が1034と、素晴らしい成績をキープしています。ざっくりですがちょうど半分の82試合も消化しているので、このペースでいけば、200安打ホームラン50本超えと、とんでもない成績を残す年になりそうですね。対ミリ対左別の成績ですが、対ミリ投手はホームランが20本、打点が46、打率が3割3分、長打率が718の OPS が1143、左投手はホームラン6本、打点が16の打率が2割8分9厘、長打率が482の OPS が831と、若干対左が落ちてる感じですが、心配する範疇のものではなく、左右ともに素晴らしい成績と言えます。こちらがコア指標になりますが、先週と比較してバレルパーセントが 19.3% から 19.2%、打席あたりのバレルは 13.3% から 12.8%、 ノーダーターズホームランは14本から15本、ダブル OBA が436から434、 XWOBA は464から456と、特に大きな変化はないものの、ノーダーターズホームランは1位と、そしてその他の指標はすべて2位の位置を取るという素晴らしい状況ですね。ちなみにどの指標も1位は先週と変わらずアーロン・ジャッジと。若干ね、ジャッジのホームランのペースも落ちてきましたが、それでも全体的な長打数は衰えてないという感じですかね。さて、6月も終わりました。6月男と言われていた大谷のこの月のホームラン数は12本。マジで期待を裏切らないのが本当にすごい。ということで、今日の深掘りのテーマは、やはり6月最強だった、6月の大谷翔平のいろんなデータを見てみようというテーマで話していきたいと思います。この動画では大谷の成績、スタッツを見て表面的に出ている成績だけではなく、もっと深く大谷の状況、調子、変化を見て考察していくものとなっています。可能な限り毎週月曜、最近ね、ずっと火曜日更新にはなっていますが、1週間に一度は更新していきたいと思ってますので、もっともっと大谷について知りたい、そういう方はぜひチャンネル登録、通知ボタンを押してくれると嬉しいです。それでは行きましょう。まずはですね、見てて楽しくなる月別成績ですね。2020年を除いた2018年から2024年までの推移ですが、2024年については4月5月と、比較すると6月は圧倒的のホームラン12本の OPS が1110という成績。過去5年間の数字を見ても、6月最強だった年は2019年、2021年、2023年となりますが、これらの年と比較すると、やはり MVP を獲得した年の2021年がホームラン13本、 OPS が1312、2023年はホームラン15本の OPS が1444でしたので、その年よりは劣るという感じですが、ただもう1ヶ月でホームラン10本、 OPS1000 超えると、その差って本当に誤差みたいなものですので、2024年も素晴らしい6月となったんじゃないかなと思います。球種別、対ミリ対左別と、細かく成績を月別で見てみましょう。と見ると、やはり6月良かったのは、4月めちゃくちゃ得意としてて、5月全くダメだった対ミリのブレイキングボール。4月の打率は4割7分4厘、長打率が1158、5月の打率が9分1厘、長打率が364、6月の打率が3割7分5厘、長打率が1313と、6月に息を吹き返したのが良かったのかなと思います。あとは苦手とする対左のファストボールが、6月打率が3割3分3厘、長打率が733と、成績を伸ばせていますね。苦手のね、対左を攻略するなら、やはりまずファストボールから伸ばしていくのがいいと思いますので、ここで結果が伸びているということは、また、6月最強の成績の後押しになったんじゃないかなと思います。4、5、6月のコース別長打率を見ていきましょう。こう見るとですね、4月5月は真ん中から外角で成績を伸ばしていた一方で、6月は真ん中から内角で成績を伸ばしています。こちらはですね、2023年のコース別
長打率になりますが、やはりあの真ん中から、内角で長打、の成績を伸ばしていたので、6月はどちらかというと大谷らしいコース別長打率だったんじゃないかなと思います。6月のコース別投球比率も一応載せていますが、まあ、特に変わったことがなく、やはりあの各ピッチャー、大谷に対しては外角攻めを中心としていることからも、やはりあの4月5月は、外角の成績はいいものの、基本的には対大谷には外角攻めが安心ということなんじゃないかなと思います。こちらはですね、大谷の6月の全ホームランのコースと球種となりますが、まあ、全部甘い球、特に難しいコースも打ってなく甘い球を逃さない、そんな印象を受けますよね。まあ、アーロン・ジャッジとの比較の時でも話しましたが、ホームランを打つということはまさに甘い球を逃さないこと、いかに甘い球に投げてもらう状況を作るかがポイント重要となります。甘い球にボールを投げてもらう状況とは何かと、それはカウントを2ボールノーストライク、3ボール1ストライクなど、まあ、いかに有利な状況に持っていくかが、ポイントになります。そしてこちらが6月のストライク先行時、つまりバッターが不利な状況でのコース別投球比率と、6月、ボール先行イーブンカウント時のバッターが有利な状況でのコース別投球比率になりますが、ストライクゾーン内の割合を比較すると、バッターが不利な状況で 39.2%、 有利な状況であれば 51.3% と 12% 近くストライクゾーンにボールが集まってきていたのがわかると思います。そしてこれが大谷のカウント優位性別成績を月ごとに見た数字となります。まあ、ポイントは何点かありますが、まずは4、5、6月、どの月を見ても、まあ、ストライク先行時、不利な状況での打撃成績とボール先行イーブンカウントの有利な状況では、圧倒的に不利な状況の方が、まあ、打撃成績が低いという点ですよね。ここからいかにカウントを有利に進めていくことの重要性がわかると思います。そして4月と6月のボール先行の成績を見比べると、まあ、4月の方がボール先行場面の比率が計 38.26% である一方、6月は 38.14% と、まあ、そこまでこの数字に大きな差はないにもかかわらず、打撃成績が6月の方が明らかに高いため、やはりあの6月はカウントの持っていき方だけではなく、基本的に打撃力の調子も良かったことになります。実際ボール先行時の月別コア指標を集計しましたが、6月の打球速度、ハードヒット、バレルパーセントですよ、それぞれ104マイル 90.9%、 40.9% は、あの4月5月の数字を見て比較すると、もう異常数値であることが分かりますよね。そういう意味では、まあ、繰り返しますが、6月最強だった大谷はカウントを有利な状況に進めていたということもありますが、明らかに打撃のパワー調子も好調だったということがここからでも分かると思います。まあ、おそらくね、あの7月も、オールスターまではこの調子をキープしてくるんじゃないかなと思います。問題はオールスター系ですよね。オールスターは調子の波というか流れを断ち切る印象は受けます。実際6月好成績を残していた2019年2021年2023年、まあ、あの怪我もありましたが、あの8月9月にかけて成績が失速する傾向にありますので、まあ、冒頭にシーズン200本安打50本塁打ペースとも言いましたが、このオールスターでもいい波、調子をいかにキープできるかが、この偉業達成を成し遂げる大きな鍵になるのかなと思います。以上となりますが、引き続きこのように野球データで遊んで大谷を分析していく動画を作っていきますので、この動画いいと思った方は、チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。